タイラー・マイケル・ソーンバーグは、アメリカが州国テキサス州ヒューストン出身の、プロ野球選手、ウトを右ミギ現在は、フリーエージェント、チャールストン・サザン大学出身。2010年の MLB ドラフト3巡目で、ミルウォーキー・ブルワーズから指名され、プロ入り。2012年6月19日の、トロント・ブルージェイズ戦で、先発登板し、メジャーデビューを果たした。 ショーン・マーカムの故障による緊急昇格だったため一度の当番のみでマイナーへ戻った7月14日に再昇格したが月末に再び降格セプテンバー・コール・アップで3度昇格した2013年は開幕はマイナーで過ごすも6月5日にマルコ・エストラーダの故障に伴いメジャー昇格6月8日のフィラデルフィア・フィリーズ戦にて メジャー初勝利を果たす。この試合後、ジム・ヘンダーソンが故障者リストから復帰するに伴ってマイナーに降格するも6月28日に再び昇格。シーズン残りをメジャーで過ごす。この年は18試合に投げ、うち7試合で先発登板した。3勝1敗、防御率2.03、ホイップ1.19、6 6 2三回で許した。 本類打は一本であった。2014年はリリーフ専業となり27試合に登板。勝敗は前年と同じ3勝1敗防御率も4.25、29.2インニングで21個の支球を出した。2015年もすべてリリーフで24試合に登板。2012年以来3年ぶりに勝ち星なしで防御率は3.67を記録した。球率は 脱三振率は自己ベストの8.9をマークした。3413回で非本塁打7を記録した。2016年はキャリアハイの67試合にリリーフ登板。投球スタイルを変えたことで、被弾率が下がるとともに三振脱死能力が大幅に向上した。一定期間クローザーも務め、8勝5敗13セーブ、防御率2.15。 ホイップ0.94、脱三心率12.1という成績を記録した。2016年12月6日に、トラビス・ショー、ジョシュ・ペニントン、マウリシオ・ディボーン及び後日発表選手とのトレードで、ボストン・レッドソックスへ移籍した。2017年は、強格出口症候群の手術を受けたため、メジャー、マイナーともに登板機会がなかった。 2018年のスプリングトレーニングで手術からの回復に失敗したため、リハビリも兼ねて、AA 級ポータケットレッドソックスからのスタートとなる。6月2日に旧登板でリハビリは別調整になり、AA 級ポートランドシードックスでも登板をすることになる。ここまでの成績は、AA 級ポートランドと AA 級ポータケットを合わせて18登板で16回と1。 3回を投げ、0勝1敗、防御率4 9 6 8球16奪三振だった。7月4日にメジャーに昇格した。7月6日のカンザスシティロイヤルズ戦に登板し1回を投げ、1安打、1得点を許す。レギュラーシーズンでは、25登板で24回を投げ、2勝、0敗、防御率5.63、21奪三振を残すが、 ポストシーズンのロースターには入らなかった。11月30日にレッドソックスと単年175万ドルで再契約し、インセンティブ契約で40万ドルがある。2019年7月10日に自由契約となった。2019年7月30日にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結んだ。オフの11月4日に FA となった。 2020年1月1日にシンシナティレッツと1年のマイナー契約で合意した。8月14日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。オフの10月28日に FA となった。速球は平均92から94マイルパワー程度だが、マイナー時代は最高97から98マイルパワーを計測することもあった。 その急速と投球フォームからティムリンスカムに似ているとも言われる。ありがとうございます。